ビトム公国は中世ポーランドの分裂期に成立したシロンスク公国軍の一つ。首都はビトム。オポーレ公部ワディスワフ・オポルスキの死後、オポーレ公国は彼の息子たちによって分割相続され、1281年頃に高地シロンスクに創設された。次男のカジミエシュはビトム公となり、最初は弟のボルコ一世と共にオポーレ公国を 共同統治していたが、1284年に領土を分割、以後は単独統治となった。規定のブロツワ不幸、ヘンリク4世との対立は1289年に、ボヘミア王バーツラフ2世への侵入を誓うこととなり、カジミエシュは、ボヘミア王冠に、親族を認めた、最初のシロンスク諸公となった。1355年。 カジミエシュの孫のボレスワフが死亡、シロンスク・ピャスト家のビトムにおける分家が絶えたことで、遺産相続争いが起こり、ボレスワフの未亡人、マルケータ・ゼシュテルンベルカは、コジュレの支配権を含む広告の北部をオレシニツァコウコンラト一世に、広告の残りの部分を、チェッシンコウカジミエシュ一世に譲らなければならなかった。1459年に、 チェシンコーバツワフ一世が自分の所有するビトム公国をオレシニツァコ,コンラと旧世に売却するまでビトム公国は分裂したままで彼の統治中に再統一された。1472年ハンガリー王でありボヘミア王でもあったマーチャーシュ一世がビトム公国を併合しジェロティン家のヤンキョウに対して担保とした。1498年に ヤン二世ドブルイの統治下で、ビトム公国は、オポーレ公国に併合された。ヤン二世は、ブランデンブルクアンスバッハ編強迫オルクと、相続協定を結び、1526年に、ボヘミア王権ハンガリーをライオシュ二世によって、オポーレ公国を与えられた。しかし彼の統治を、ライオシュ二世の王位を継承したハップスブルク家は認めず、シレジアにおけるホーエンツォレルン家の支配権を、 ごし淡々と狙っていた。1620年の白山の戦いの後、神聖ローマ皇帝フェルディナント2世は、ブランデンブルク戦抵抗、ゲオルクビルヘルムからシレジアを奪う機会を得た。それからビトム公国は、1742年のプロイセン王国による併合まで、ハプスブルク君主国の中の両方のままだった。ありがとうございます。